福島県いわき市、いわき駅付近、いわき平競輪場。今回はいわき平競輪場付近の居酒屋、大根屋さんで、徹底選考のレーススタイルで、競輪ファンの皆様にとても人気のあった福島県82期の前方正美さんにお話をお伺いしました。すごいですね。ちょっとだけいいですか。まずは前方さんに秘密の資料を見せていただきました。すごいびっちり書いてますね。例えばこういう風な感じで書いたりとか、あと58条59条のルールが厳しくなったんで、それをやっちゃうとシャレにならないことになるんで。そうですよね。もうこれは絶対やっちゃダメだで、そういうこともあるんで、こんな感じで図にして。これは出してもいいんですか。チラッと、チラッと、ちょっとぼかして、こっちは3分線、短いやつは2分線、はい、もしくは先行者の時に効率よく書けるようにして。例えば 400m バンクの場合は、赤バンホームの手前のブルーゾーンを入ってペダリングで何本目で到達するかっていうのを頭に入れて、して練習の時にそれをカウントして忘れないようにして、雨で走れない時は選手紹介の時、もしくは他のレースや他の選手紹介の時に同じギア倍数の人のペダリングでカウントして、少しでもタイミングを間違えないような参考資料にしたりしてました。すごいですね。めちゃめちゃ考えてたんですよね。それやんないと自分みたいなタイプはいつやらかしてもおかしくないんで、やった時に例えば早期を逃げたと4ヶ月までっていうペナルティだと、そのまま出走回数足らずに退社っていうストレートコースになっちゃうんで、なおのことその辺は全集中で走ってました。そしてで書いた文章がもうこんな感じで分厚くなって、でこっちの方は毎回のがいつも心に留めなきゃいけない心得みたいな部分を自分で書いてるのを繰り返して、こんな感じのやつを、で後々ここから取り出して参考にしたり、もしくはこんな感じで競争日記も書いてるんで、これを参考にして前あった時こうだったな、じゃあっていう感じで、これにはレースとシャワンと気象と走行タイム、シャワンタイム、一周、上がり、バック取ってるかの表示と、上がりタイムと自分の上がりタイム、そしてレース展開を書いて、最後に自分の寸評を書いて寝るっていうルーティンを毎回されてます。じゃあ前方さんと対戦する選手はめちゃめちゃ研究されちゃってたんでしょうか。ある程度は。問題は新人の選手の場合なんで、前はルーキーシリーズで習ったので、もう拾えるものは拾って、競輪 GP のデータも、タイムを書いて、順位も書いて、あとは感想、その人の顔でどういう心理か、性格なのか推定するっていう、クレーバーなのか、力を前面に出してくるのか、あとは好きな食べ物とか、それでちょっと心理も分かるかな。ちょっとひねってる人は、やっぱりちょっとひねるのかなとか。そして実際にその新人の選手を見て、あ、この選手はあの選手をリスペクトしてるのかな、同じような髪型だから同じ戦法をしたいのかなっていう心理も見たり、例えば岐阜の新人の子で選手、山口健也選手似てる髪型してるの、走りもこれをしたいのかな、レースも見ても確信を持てるレース、それを参考にレース組み立てたりしました。でもラインと呼吸が合えず結果失敗っていうのがあったんですけど、前方さん、レース前のラインを組む人との作戦会議って、前方さんのスタイルってどんな感じなんですか。まあ、半分プレゼンですね。さっき話した総合的なことを頭にまとめて入れてるんだ。ラインの選手にあって。選手にプレゼンする感じですか。作戦会議イコールプレゼン的な感じなんで、この選手はこういうタイプなんで、ここからこうやっていきたいです。こういう風な走りだったら、こうしますんで。こういう傾向がありますので、あとは自分の車間切るタイミングとか車間切らないタイミングとか、ここは引く可能性があるんで、ここまでは誘導使います、誘導使わせますとか。で、ラインのチームを組む皆様はどんな感じで、ある程度納得してくれる人が多かったり、あと自分が知らない部分があったりもするので、それも組み合わせて通じ合わせて、ラインの人に情報共有的な部分を作戦共有っていう形に持ってってレースに臨んでました。じゃあもう前方さんと一緒に走るといろんな情報共有があって、皆様気合が入ったり緊張されたりピリッとなったりって感じだったんですか。
多分そういう人もいたでしょうけど、中には話ちゃんと聞いてくれなかった人もいたりね、俺が俺がとか点数持ってないと当てにしてくれなかったりとか、そういうのもあるんで、でもやらないよりははるかにやった方がいいんで、もし失敗した時もここまでやったんだからっていうある程度納得もできるんで、その辺でずっとやってました。その前方さんのそれだけ研究されてる情報を作戦会議で一気に出されたらまとまらないというか消化できないというか、理解するのがすごい頭フル回転じゃないとできないようなイメージが今あったんですけど、その辺はある程度簡潔にして要点を抑えて、いつもは違う別線だったりもするっていう人も連携もするっていうのがあるので、その辺はうまく情報は出しすぎないのとか、その辺の塩梅は考えてました。めちゃめちゃ興味深いですね。全件目の夜は寝る前に資料を目通して、ナイターだったら午前中に頭上演習して、ミッドナイトだったら昼食を頭上演習して、いわゆるイメージトレーニング、イメージトレーニングをずっとする。イメージトレーニングと決して忘れないように、裏側は相手の自力選手や短期の選手のデータとこうではないかっていう予想の動きも環境を入れて。これ何枚ぐらい溜まってますか？膨大な数ですね。そうですよね。実感にもたくさんある感じで、で一番上はもう本当に重要なブルーゾーンに入ってるから、ホーム戦まで約でブルーゾーン入ってカウントして、その間に抜かないように全集中で。ブルーゾーンっていうのはありますか？30メートルライン。30メートルぐらい前で、問題なのはその30メートル線のブルーゾーンがない競輪場の場合なので、例えば500バンクとか33だとどうするのかというと、もうとにかく目印を見つけるんです。例えば補修した後も線があったとか、関東門だったり、何でもとにかく目印になるものを見つけて、そこから何歩なのかっていうのを確認して、それを参考にしつつ絶対に言うとから目を離さないようにしてっていう感じで、感覚と自分のスピードと跳ね合わせて、すごいですね。しかもそれを言葉にできるっていうのがすごいですね。で、前方さんのレース見てるとやっぱ本当にこう強定ダッシュというか、突っ張られないように誘導回避のラインで勢いつけていくのが本当に怖いですよね。何ともそれはシミュレーションしたり、バンク練習の時にも考えたり、大外行ったらいいのか、この相手だったら人間のタイミングだったら引いてくれるのかとか、いろいろ参考にしながらやってるんで、その辺はもうある意味一番緊張してるタイミングかもしれない。あれ、見切り間違えていけねえとか言って音とかとかってなったりしたことあるんですか？あります、ね、ありますか？半年に1回は2回はあった気がします。シミュレーションしたりタイミングを測るのを考えてもそういうことがあるんで、思ったより誘導が上がらなかったとか、思ってたより自分の車が出ちゃったとかありますよね。ありますね。自分のタイミングがちょっと遅いケースの方が多いんですけど、早すぎた時の失格した時のリスクがあまりにも大きいんで、そうですね、その辺がもう全集中で臨んでるところだったんですよ。前方まさみさん、大変貴重なお話をありがとうございました。いつも競輪ジャーニーをご覧いただきありがとうございます。次回もぜひお楽しみください。